さてお知らせの後はいよいよ明日は薬害肝炎運命の日、病室からの熱い視線です。薬害 C 型肝炎訴訟で大阪高裁は和解の具体的条件を明日初めて提示する予定ですけれども、被害者の一律救済を求めて活動している原告たちを病室から見守っている C 型肝炎患者がいます。その壮絶な戦いに密着しました。C 型肝炎によるがんを抱えている田中育子さん。30年前に長男を出産した際、出血が多く輸血を受けて C 型肝炎になったとこれまで思っていた。それが3年前、出産した病院がフィブリノゲン製剤を使っていたことを新聞発表で知った。すぐにカルテがないか病院に問い合わせたという。30年も前のことでなかなかわからないと。その主治医の産婦人科の先生もお亡くなりになってていなくて。同じ頃すでに肝硬変になっていた田中さんに初めてがんが見つかり、以来治療とがんの再発を繰り返してきた。増え続ける肝がんに治療が追いつかなくなると肝不全となって死に至る。現在肝がんで死亡する人は年間およそ3万人以上に上る。もうあと5年10年のうちに患者さん半分ぐらいになっちゃう人が勢いでがんができるから、本当に何とかしてあげないと。午後2時20分、田中さんはラジオ波治療の準備に入った。3センチ程度までの肝がんには最も有効とされている治療法である。患者さんの負担が少ないっていうことですよね。外科はお腹切っちゃうと切った後がやっぱり病んだりとかするので、やっぱりそこの差はありますよね。ラジオ波治療は長さ20センチの針を直接がんに刺して先端のみに流れる電気熱で焼く。田中さんの場合、肝臓の裏側にがんができていた。そのため右の脇腹から針を入れて肝臓を貫く形で裏側のがんに刺すしかない。極めて難しいケースだ。午後2時44分、田中さんの体にラジオ波の針が入った。よし、はい、このように使います。はい、楽にしてて今大丈夫。肝臓専門医の川西医師は超音波診断のモニターに映るわずかな影を確認しながら肝臓の裏側へと針先を進める。そしてがんを捉えた。熱加えますよ。はい、大丈夫。痛い？全身麻酔は肝臓自体への負担が大きいためにラジオ波の場合、局所麻酔にとどめることが多い。必要に応じて痛み止めを加えるが、患者に意識はあるままだ。こう針が入る時の、あの鈍痛感っていうの、ぐざっとくるのがね、わかるんですよ。一箇所のがんを焼くのに必要な時間はおよそ10分間。その間田中さんは痛みに耐えるしかない。あと1分ちょっとですよ。午後3時7分、ラジオ波治療は無事に終了した。海沿いの小さな町で美容院を開いている田中さん。留守の間は娘が店を切り盛りしていた。まあ、見てるだけで辛いのは分かるし、変わってあげれば、変わってあげたいって思いますね。
実の姉は田中さんの出産時に医師が口にした言葉を覚えていた。止血剤とその輸血をしなきゃならないからって、もうどうしますかじゃなくてからっていう、ほとんど使ったと思うんですよ。先生がおっしゃってたことはそうでしたのでね。30年前の母子手帳に記載されているのは出血量のみだった。薬害肝炎訴訟の全面解決に向けて、今週月曜、福田総理に面会を求めて官邸前に集まった薬害新型肝炎の原告たち。国が主張する和解案では、追加提訴分の原告や田中さんのようにカルテがない被害者は切り捨てられるため、政治決断を直接訴える考えだった。しかし福田総理は面会を拒否した。いや、がっかりしましたね。私もそこの一人になってやりたかったんです。新型肝炎に侵されている人たちはもう一律やっぱり見てほしいです。実は田中さんの肝臓には別の場所にがんが残っていた。命と家族の生活を守るため、再びラジオ波治療を受けることを決めた。こういう道辿っていくと最終的にはダメだということが分かってます。それがいつになるか私も分からないし、まあ川西先生に聞くと分かるんだろうけど、聞く勇気がないです。フィブリノゲン製剤を投与された人は推定28万人。このうち裁判の原告はわずか200人余りでしかない。はい、薬害 C 型肝炎の被害者は田中さんのようにカルテがないため原告になれない人が大半を占めています。およそ20年以上前にフィブリノゲン製剤を投与された患者たちは今まさに肝硬変や肝がんに進行する時期に直面し、命の危機にさらされています。原告たちはこうした人たちの救済を目指して身を削りながら一律救済を求めてきました。国や司法は法律論だけにとらわれることなく、命を守るという視点に立って判断をするべきなのではないでしょうか。